はいそれでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。1、えー、日1冊読書家のマルスですで。このチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をレビューしています。で、普段はビジネス書についてご紹介することが多いんですけれどもその他には心理学とか英語学習についての本なんかもご紹介をしていますで。その他のジャンルについてはチャンネルページに再生リストが作ってありますのでよろしければそちらからご覧ください。この動画の説明欄にもリンクが貼ってあります。 今日ご紹介する本はこちらの「生産の技術」というタイトルの本になります。でこれは全くの技術書です。で私は今、えー、とアメリカで、えー、と製造業を、まあ、あの行う会社の従業員として生活をしてるんですけれども、えーまあ、エンジニアとか、えー、R&D とかですね研究開発とか言われるような立場に、えー、ありますので、まあ、あの手に取った本になります。 でえー、とこの本あのおそらく古い本だと思うんですけれども、えー、と非常にその生産技術のなんていうのかな基本の基本が、えー、丁寧に紹介されていて、えー、非常に参考になりました2002年に発売されてる本になりますで、えー、と今日はですねポイント3点まあいいなと思ったところ3点絞ってご紹介をしたいと思いますでまず1点目はそもそも工学あの工業ですね、えーと 加工の工に学,ぶ、まあ、あの工学部ってあると思うんですけど、まあ、その工学っていうのは何ですかということ2つ目は製造技術っていうのは何ですかということの説明3つ目がまあその製造技術をまあ持って工学の知識を持ってえっと仕事しているエンジニアっていうのはまあどういった組織で動いているのか、えー、まあそういったところについてもあの面白い言及というかあの丁寧な言及があったのでご紹介をしたいと思います。 1>, で1点目の工学っていうのは何ですかというところなんですけれども実はですねあの今私エンジニアとか研究開発で働いてますというふうに言いましたけれども、えーまあ、大学は出てるんですけれども工学部を卒業していませんなので、えっとまあ、今ですね社会人になってみて工学っていうのは何だろうということを、まあ、改めて考える機会っていうのは意外となかったんですけれども、えー、それについて説明がなされてますで工学の目的っていうのは創造ですと創造っていうのはクリエーションですね創造で,であると でえーまあ、そのさまざまな課題があると思うんですけどもその課題をどういうふうに設定するのかでまたその設定した課題に対してどういうコンセプトで課題解決に取り組んでいくかでその課題をどういうふうに分解をして製品設計 ま、製造設計をしていくかっていうのが、まあ重要なんですよ。ということが説明されてました。で、あのまあ、なかなかですね。改めてこうやって高学の目的は何ですか？ということをまあ問われると、そこはまあ想像であるというふうに書かれてたんですけれども、あのまあ、つまりですね。人間にとってその工学っていうのは、えー、例えば哲学とかですね。まあ、理学とかみたいな。 心理探究型の学問というよりはどちらかというと実務的に日々の生活を良くしていくために何かをものを作っていくんだというような意識をやっぱ強く持って生まれてきた学問なんだなということを改めて感じました。で私は先ほども言いましたように工学部出身じゃないので、えっとまあ、その工学の目的は創造であるとクリエーションであると、まあ、こう力強い宣言というのは非常にこうハッとするというか。 あの自分がエンジニアとして、まあ、R&D として働いていく中でですねやっぱりその何か新しいものを生み出していくっていうことの、まあ、難しさ尊さ大事さっていうのをちょっと改めて感じたなということで、まあ、ご紹介をしました。でこれはえっとまあ,あの細かい説明というわけではないんですけどもこの本の中ではですね世の中の,様々な、えー、もののの中なも 加工法であったりとか、まあ、その加工法ごとの具体的な、まあ良し悪しまあ、特徴っていうのを非常に丁寧に説明をしてます。で、あの、私自身、あの幅広い、その工学の分野について詳しくないんですけれども、例えばですね、ええー、と、これは機械で正確に早く形状を切り出すという項。まあ、あの、そういう内容のところで紹介されてるんですけれども、あの、こういうイラストでですね、まあ、どういった加工か加工法があるのかっていうのを非常に丁寧に説明をしてます。 まあ詳しい方だったらわかると思うんですけども、まあ、フライス板とかボール板とかノコギリとか切りとかですねまあ,あのどういったえ特徴を有する形状にする時にまあどの製法がいいのかっていうのはですねやっぱりこういうふうにあのまとまった状態でえ一覧で見ないとですねなかなかこうどの階が最適解なのかってわからないと思うんですけども、まあ、その辺が非常に丁寧に説明されていていいなと思います。 えー、例えばここだと固定する方法ですねボルト締めで止めるのか、まあ、例えば、えーまあ、溶かして接着するのかとか、えー、物理的に引っ掛けて、えー、止めるのかまた静電気で接合するとかですね、えー、いろいろありますよね。 加工方法っていうのはあの特にあ私のようなプロフェッショナルじゃないとですねそもそもそういう発想に至らないっていうことは結構あると思うんですけどもやっぱりこういう本でちゃんとその基本的な加工方法っていうのを幅広く理解することによって、まあ、自分がアイディアを出す時とかですね何か課題に取り組む時にあこの方法は、えー、この方法で代替できるなというようなアイディアをまあ生み出す時に結構参考になるんじゃないかなと思って読んでいました。 で最後3つ目はですね、この本結構ユニークだなと思ったのはそのエンジニアの組織とかですね、えーまあ、あの各エンジニアがどういうふうに動くのかまた組織としてどういうふうに機能して、えー、製造業生産っていうのは成り立ってるのかっていうところまで言及されていたというところが、まあ、面白かったです。で例えばその製造業において、まあ、2002年の本なんですけどもその日本の製造業っていうのはどういう状況にあるのかでまたエンジニアの地位っていうのはどういう状態にあって、まあ、お給料はどれぐらいなのかまたエンジニアの上位 ととしては、まあ、係長、課長、部長、長課部部事業部長とまあどういう構造になっていてどれぐらいのサイズの製造業が多いのかでその時に今生まれてくる、えーまあ、難しさとかですね、えー、課題についても、えー、と結構あのよく現場をこう捉えた内容で説明されてたような気がします。 でまあ,あの詳しくは話しませんけれどもその他にも例えば会社のバランスシートをどういうふうに理解した方がいいかとかさらにはですね日本の製造業の今後として、まあ、どういった製造業を行っていけば未来明るい未来が描けるのかということに至るまで、えー、結構あのー、詳しく解説されていますで非常にあの分、ー、かりやすい内容ながら細かく書かれていてあの面白いなというふうに思いました。はい ははい、今日は以上になります、えーと。この本はですね、ちょっとあの私自身、なんで購入したかわからないんですけども、えー、よろしければ、えー、チャンネル登録およびグッドボタンの方をぜひよろしくお願いします。